あちゃです。今日は椎茸で、ちょっとね、椎茸の、佃煮作ろうかなと思うんだけど、大体椎茸って、ね、昆布とか椎茸と基本やからね、昆布とタコか椎茸だけにしようか悩んでね、まあちょっととりあえず椎茸下ごしらえします。まだね半分ぐらい残ってね、それで250円分ぐらい、多分ぐらいあるんちゃうかな、まだ重いぐらいあるんだけどね。昆布もいいよか、だし昆布あったしな。椎茸はね、洗っちゃダメなのね。こう食べるのかな、こう食べるの。これぐらいか。まあね、中もつけるからね、佃煮作っといたら。こんだけぐらい使いましょう。まだ残ってるよ。はい、基本ね、昆布はね、洗っちゃダメです。濡れタオルで拭くぐらい。ね、気になる人は、拭かんでもいいね、こんな。って言ってた、前にあの料理の先生が。で、適当に切ります。これぐらいで切りましょう。こんな感じでね、切って、お鍋の中に入れていきます。適当に、塩昆布とかでもいいんじゃないかなと思うんだけどね、分からへんの。というふうに昆布を切りましょう。結構こうやって戻しから切った方がいいかも分からんけどね。で昆布はこんな感じで、水 100cc をこう入れておきます。こんなぐらいね。で、椎茸基本洗わない。もうこうやって、ポンポンポンって、逆さも向けて、なんていうの？ヘッチンって言うんだけど、こうやってヘッチンって言うんだけど、僕の関西では、ヘッチンしとくね。傘こうやって縛いといたら中のホコリ取れるから、それだけ手入れて、椎茸じゃあキノコ類はもう洗ったら風味落ちるから絶対洗わない。うん。で、どれ食べるのかなった。ほら、ちょっとくるんで、これ多分大丈夫です。キノコのなんか、そんなもんやと思うんだけどね。あっちゃんは気にしないタイプやねんけど、こうやって縛く。で、基本ね、この軸取っても取らんでもいいねん。軸ちょっと何本かだけ取るわ。半分だけ軸取って半分も軸残しとく。いろんな食感楽しみたいから、ちょっと大きめのだけ、ちょっと太そうなんだけ軸取って、普通のちょっと、まあ適当にもうその辺やっといてください。で、飲んでいいかな。で、あとは適当にこれぐらいに切ってください。小さい目のも切らんでもいい。
こんなぐらいのやつも切らんでもいいわ。このままいったら、いろんな食感楽しみたいからね、半分ぐらいに切るとこ、まあ、適当に。適当にでいいと思うんで、傘あるやつね、4分の1ぐらいでこんなもんでいいかな。で、軸もね、結構ね、これ食感がちょっと違って美味しいんで、ね、あっちゃんは使います。結構椎茸軸捨てる人なんだけどね、あっちゃん使います。みきちゃんがね、椎茸の軸を使った方がいいよって言ってた、うん、だから中に美味しい椎茸の軸も一緒に入れて、はい、こんな感じ で、ここにね、味付け適当です。砂糖ね、適当小さじ1ぐらいで、お酒はいらんか、お酒はいるか、いいや、お酒、ね、一応測ろう、大さじ1ぐらいで、みりん大さじ2で、醤油は大さじ2、3、はい、これで煮ます。これで火にかけます。はい、ちょっと火にかけます。で、煮えるまでちょっとね、まあ、中火から強火に。なんかヘラかなってこう、ちょっと。入れます。
煮えてきたらね、中火。中火にして、水気を飛ばします。で、このちょっと、何分ぐらいかな。まあ、5、6分かかなぐらいかな。ちょっと水気が飛ぶまで煮やしてみます。はい、汁気がなくなってきたんで、もうこんなもんでいいんで、これちょっと火を止めて、あとはね、冷ましたら味が入るんで、あと完成です。ある程度ね、もうあの粗熱取れたら、容器に移しておいたら OK です。まあ、瓶とかに入れといたら、なんか結構これ日持ちすると思うよ、つくだ煮って。まあ、じゃあこれに入れます。まあ、これにちょっと入れといて。でね、また。また容器に移し替えておきます。ちょっとこの鍋使いたいからね。完成です。椎茸の佃煮。